本とアメリカの EP3 電子戦偵察機共同訓練が実施されたよ。これによって東シナ海の防衛事情も変化しつつあり、それに対応するというか、反応したのが中国だね。標的となったのがもはや恒例と言いたくなる尖閣諸島で、報道規制があるとは考えたくないが、日本のマスコミが報道しないことはかなりあるよな。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。例えば台湾関係のニュースだけど、2011年平成23年3月11日のあの大災害に世界各国から支援の手が差し伸べられたんだけど、一番早く動いてくれたのが他ならぬ台湾だったことを被災地以外の地域で知ることができたのは、数年後のことだったよね。台湾のパイナップルを中国が輸入拒絶というニュースが話題になったのは最近のことだから皆さんもご存知の方が多いだろうな。ある新聞の台湾駐在員が日本人がパイナップルを買ってくれた。ありがたいとお礼を言われたというエピソードも紹介されたぜ。このように報道されるニュースは時勢によって変動することがあるようで、報道という本来の意味からすれば逸脱しているという感じがするよね。さて今回だけど、報道されないニュースの一つを紹介していくよ。題材は中国で、南シナ海を海上自衛隊 P3C 哨戒機が飛行したことに中国が猛反発したんだけど、日本は無視したというニュースだね。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土で、その周辺海域も当然日本の領海だぜ。中国はその海域へ幾度となく侵入行為を繰り返したり、日本の漁船を追い回して操業の邪魔をするなどしているのだが、次第に行動は凶暴化しているようだな。領海を侵犯されても、日本は武器で攻撃することはできず、せいぜいが退去を呼びかけるという紳士的な対応しかできないんだけど、だからこそ日本を見くびっているんだろうね。2021年2月、中国は日本政府に非難声明を出していて、理由は我が国の領土である中国の主張によれば南シナ海上空を日本は無断で飛行したということだったんだ。中国に言わせるともともと南シナ海の約 80% の海域は自国領なんだそうで、確かに昔々はそうだったのかもしれないな。東亜元など対外領土を拡大した巨大帝国の時代も、明の帝和などに代表される大航海時代が中国にあったのも史実だぜ。しかし、21世紀現在の状況は全く異なっているよな。なのに勝手な主張を声高に叫ぶ中国は日本だけではなく、因縁のある台湾はもちろん、インドネシアやフィリピンなど周辺国との紛争原因となっていて、しかもこの紛争が長引く種にもなっているんだ。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘だったよ。この指摘に対し、現在の防衛大臣岸信夫氏は2月26日の記者会見の席上海上自衛隊 P3C 哨戒機の飛行行動を中国から非難されたが、この行動は国際法上適法であると改めて述べたね。つまり、この海域は中国領ではない日本領だという日本の従来の立場を改めて公表したと言えるな。その南シナ海では、アメリカによる航行の自由作戦が継続して展開されていて、フランスの原船も2021年南シナ海を航行すると表明しているらしい。この2国に倣うかのように、イギリスも2021年最新鋭航空母艦クイーンエリザベスを派遣すると決定したとか、女王の名を冠したこの艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型双方の飛行隊を艦載させる予定になっているとも言われるよ。ということは、中国が主権を主張している南シナ海に3つの大国の艦隊が派遣されるということだね。こうやってアメリカやヨーロッパ主要国が南シナ海へ集結するということは、ひょっとしたら西側諸国が協力して中国の海洋進出南シナ海を含むの状況を牽制しようと考えているのでは?と期待してしまうよ。もしこの国々がそういった意図で行動しているのなら、日本には非常に心強いのだが、果たしてあの中国に効き目があるのか。なんといっても相手は軍事拡張に命を懸けているような国で、アメリカなど外国艦隊を見ても、
脅威と感じるほど可愛げのある国とは思えず、怯えるどころか、逆に反発してまたまた軍備増強路線を突っ走りそうな嫌な予感がするぜ。今回中国と日本の争点になったのはミスチーフイクリで、この干渉はフィリピンのパラワン島から西方約 209km の洋上にあり、中国が実効支配するまではフィリピン領とされていたよ。ところがアメリカ軍がフィリピンから撤収した数ビッグ基地からの撤収など隙を狙ったかのように、勝手に建物を建設してしまったな。目の上のタンコブイコールアメリカがいなくなったので、この機を逃してはならぬと急いだんだろうな。この処置に当然フィリピンは抗議したが中国は我が国の領主を守るために建物を作ったと言い張ったそうだ。中国の南沙諸島人工島建設が国際的に知られるようになったのは最近のことで、2014年平成26年頃と言われ、わずか2年で7カ所も工事を行ったよ。こういった動きが人工衛星から確認できなかったのだろうかと疑問に感じるし、まさか、わかっていて手をこまぬいていたということはないと思いたいよね。中国が作った人工島の多くはミスチーフイクリと同じように満潮時には水没してしまう小さな暗礁なんだけど、強引に埋め立てた中国は、超短期間に人工島を完成させてしまったわけで、これが実効支配の証拠とされたんだ。注目される3カ所は前出のミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スビークリで、この3カ所には戦闘機から爆撃機までどんな航空機も使用できる大きなサイズの滑走路が作られたんだけど、中国が作ったのは滑走路だけではないんだ。軍事関係施設だけでなく、民間施設までも含む多種な建物が確認されるらしく、港湾の整備も進められていて、航空戦力だけでなく海軍の拠点としても使用されることが予想されるぜ。逆に言えば、中国以外の国にとって南シナ海のこの3カ所は脅威になる可能性のある場所ということだな。中国は軍事関連以外の施設を建造し、民間人を送り込んでいるが、この場所は小さな干渉だった時には干潮時以外は海中に沈んでいた場所だからな。つまり人間が住むことは不可能だったわけで、居住できない場所を強引に埋め立てて土地を造成して、軍人ではない人間を送り込んだことになるぜ。個人的には、干渉を埋め立てた地盤は強くないだろうから、地震や津波があったらひとたまりもないのでは?とそちらも気になるよね。中国が民間人を人工島に送り込んだのは人間の盾にするためだったと思われ、戦闘で民間人の犠牲が出れば世界中から非難されるから。あえて民間人を敵前に送り込むという非常な措置は戦術としては理にかなったもので、真心の兵法を彷彿させるよな。中国とアメリカが軍事衝突した場合の主戦場は南シナ海が最有力と推定されているから、戦略的には中国が優位に立っているのかもしれないぜ。尖閣諸島のように、本土から遥か遠く離れた島嶼部では、実効支配した者が勝ちという傾向が強くなっているように感じるよね。昔からの主権を持っていると主張しても、実質的に支配してなければ、主権は無視されてしまうということになりかねないということだよ。日本も散々揉めた末に尖閣諸島を国有化したはずだが、それだけで実質的な手は何も打っておらず、日本の領土だと強く主張しても、実際の場所に中国人がいたら証拠にはならないのではないかと思うぜ。政府の目が行き届かない離島について、地元の漁師さんたちにばかり不安な思いをさせることなく、海上保安庁や海事、空事の対応にも期待したいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談を実施し、導入が中止されたイージスアショアの代替として建造が計画されているイージスシステム搭載艦の1隻あたりの建造費として、3371億円を計上することが決定したと発表したよ。今回予算計上が決定されたイージスシステム艦については、1998年北朝鮮のミサイル発射実験において、テポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件に端を発していて、この事件によって日本の領空の安全が脅かされると判断した防衛省では、
自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備しているパトリオットミサイルによって対処する体制を整備したわけだな。今回はそんな2024年度予算案で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦に3731億円を計上した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭で述べた件はあくまで当時の現有装備の最大活用という対応でしかなく、特にイージスシステム搭載護衛艦については、BMD バリスティックミサイルデフェンスミサイル防衛のための、パトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が著しい南西諸島方面への展開や必要な連動を維持するために必要な訓練の時間が確保できなくなることが懸念されていたんだ。このことから北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルの BMD 任務専従となるべく、イージス艦におけるイージスシステムをそっくり陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決定され、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージスアショアの導入が決定されたわけだね。防衛省は秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージスアショアは、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備を反対する地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省が導入計画の中止を発表したよ。それを受けた日本政府は、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 と、イージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに活かすべく今回のように地上の制約を受けない、洋上の艦艇もしくは建築物などへ搭載して転用することを決定したってわけ。洋上への転用についてその方法についての議論がなされ、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築してそこに配備する、オイルリグ型の3つの洋上案が検討されたが、敵の攻撃に対する防衛や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となったな。2020年12月18日に日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についての閣議において、ANSPY-7 とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを閣議決定したんだ。このイージス武器システムベースライン J7B は、海上自衛隊が運用している最新のイージス艦である、マヤカタ護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型で、このシステムにアメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン Q-C2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD-5.1 が統合されていて、さらにオープンアーキテクチャ化イージスコモンソースライブラリーすることによって、今後アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新しい機能を利用することができるとされているね。イージスシステム搭載艦の設計においては、弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの多種多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、24時間警戒態勢が可能になるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、超音速で飛来するために迎撃が困難として大きな脅威となっている極超音速滑空体 HGV を撃墜するための、新型迎撃ミサイルの運用など、将来的に開発されるであろうと考えられる装備品の運用を、わずかな改修で可能にできるような拡張性など、様々な要素に対して総合的に考慮された上で、既
村のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることとされているんだ。イージスシステム搭載艦の私兵層には、艦対空スタンダードミサイル、スタンダードミサイル SM3 や、弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応可能とされる SM6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を攻撃するための反撃能力として、射程延伸回収の後に導入が予定されている12式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だぜ。これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に搭載される垂直発射装置 VLS は200セル以上とされ、これはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南昌級駆逐艦の112セルを大きく上回り、水上戦闘艦としては世界最多となるな。今年8月に実施された概算要求において出していた、1隻3797億円の概算要求がほぼ認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたっては、物価高や円安の影響で膨張している防衛費抑制のために、実効的なプロジェクト管理体制を構築して建造にあたることとし、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めたよ。イージスシステム搭載艦に搭載するレーダーなどの装備には、ANSPY7 イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同抗戦能力 CEC が搭載される予定であるが、その搭載レーダーの白紙化の検討を求めていることについて、様々な憶測を呼んでいるんだ。マヤカタ護衛艦に搭載されているレーダーは ANSPY-1DV あり、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 ANSPY-6 が導入されていることから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が以前から上っていたね。しかし、防衛省ではオージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を採用する理由として、性能面において SPY-7 と SPY-6 との間に大きな差はないことや、実写試験や維持運用に必要となる経費を含めた経費総額で比較すると SPY-7 の方 SPY-6 よりも安価となること、現時点で SPY-7 を SPY-6 に変更した場合には調達スケジュールにおいてさらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY-7 の導入予定に変更がないことを強調しているぜ。それでも疑問視する声の中には、これらの防衛省の主張は全てが後付けであって、陸上のイージスアショア用として ANSPY-7V1 に機の購入をロッキードマーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかかった経費700から800億円が回収できなくなるからではないかと憶測する声が上り、防衛省としてはもはや ANSPY-7V1 を選択するより他には道がなかったとする見方が広がっているらしい。財務省側から発信された搭載レーダーの白紙化発言は、この防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存の SPY-1D や SPY-6 などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないかと見られているわけだ。また軍事専門家などの間では、近年における海上自衛隊の慢性的な人員不足について触れながら、1艦あたり240人とされる乗組員の確保が難しいとの指摘が出ており、地上配備で人員が少なく済むイージスアショアの導入を再検討すべきだとする声も上っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今まさに護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進んでいるね。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化はギリギリのところで間に合いそうだな。さて今回は護衛艦加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の海上自衛隊において最大にして最強の護衛艦である出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では広い全通飛行甲板を生かし、
固定翼機を VSTOL 垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められているよ。出雲型護衛艦の公開初言は、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル、最大幅 38.0メートル、水線幅 29.6メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルの規模で、護では加賀が大きな存在感を示しているんだ。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として SH-60 軽哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたけど、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしいね。F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発短座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されているぜ。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては同じ第5世代ステルス制空戦闘機である F-22 ラプターを超えると言われており、さらに同一の機体構造を有する A 型通常離着陸機型と B 型垂直短距離離着陸機型及び C 型環状機型の3タイプが存在していているな。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である統合打撃戦闘機ジョイントストライクファイターの略称 JSF とも呼ばれるらしい。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 は STOVL と呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機だね。その際にはエンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから排気ノズルを下方に向ける形だよ。また、エンジンから伸びるシャフトに関してはクラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて下方向への推力を得るぜ。その際には機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているためにバブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていないらしい。リフトファンの吸気ダクト扉後部には2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となる STOVL 飛行時でもエンジンに対しては十分な吸気を行えるようになっているみたい。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して垂直離着陸時やホバーリング時に機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されているぜ。このリフトファンから吹き出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークからサイドエンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても高いエンジン運転効率を維持することができるようだな。防衛省では F-35B を42機調達する計画で、2024年度には最初に導入される6機を宮崎県にあるニュータバル空自治地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させるんだって。この F-35B 飛行隊の陸上基地として宮崎県のニュータバル基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには艦載機を陸上基地に下ろす必要があり、その艦載機のパイロットは長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な初着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだね。米海軍では、その訓練を陸上空母離着陸訓練フィールドカーリアーランディングプラクティス FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すんだけど、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、
米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられているよ。この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたけど、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていたんだ。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は、第5空母航空団の FA18EFAA18GE2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は硫黄島基地での運用が困難な時にだけ三沢、横田、厚木、岩国で代替運用されるみたい。しかし、硫黄島基地は岩国基地から約 1400km も離れていることを理由にアメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始されたぜ。出雲型空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際にはアメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言えるな。F-35B は前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができるんだ。その際、中国側から先制攻撃を受けて滑走路が使用不可となっていても STOVL としての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては非常に有効な戦力となること間違いなしだね。そのため空自では F-35B を出雲型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において F-35A や F-15J が短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな島嶼でも、離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして南西諸島などの、島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっているよ。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって、日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していたぜ。軍事専門家などの間でも出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われているらしい。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。